こんにちは、千葉です。今回は今後 Excel に追加される予定のチェックボックスの機能について紹介します。 Excel にチェックボックスを追加する機能は、実は今までもありました。この開発のタブの挿入のボタンを押して、このチェックボックスマーク、こちらをクリックして、このように図形みたいな感じで追加することができました。ここはチェック123とか、そんな名前になってるんですけども、名前をちょっと変更したりとかして、好きな名前に変えて、で、ここをクリックすると、このように、 なんかすごいギザギザしてますけど、一応チェックボックスにチェックを入れるみたいなことはできたんですね。そしてこのチェックボックスの図形を右クリックして、コントロールの書式設定というのを選択します。そうすると、リンクするセルという入力欄がありますので、ここにこのチェックボックスがある A1、AH、のセルですね。こんな感じで選択して、OK を押すと、このように、重なって true って表示されてますけども、このチェックボックスのチェック入ってると、AH、A1 のセルが true。チェックが外れると false。 のような感じで、チェックボックスの機能は一応あったんですね。 なんですが、この機能、とにかく使いづらくて、チェックボックス追加するような場合、1個だけじゃなくて、ずらーっといっぱい追加したい場合が多いんですね。例えば、この2つのセルを Ctrl-C でコピーして、下まで Ctrl-V で貼り付けると、このようにチェックボックスは追加されるんですけれども、このチェックボックスをクリックすると、全部に一気にチェック入って、しかも、この A1 のセルだけがトゥルーになるんですね。他は全部フォ l ルスのままです。つまり、これらのチェックボックスが全部 A1 のセルにリンクされちゃってるんですね。これリンクして ているセルをこのような絶対参照じゃなくて相対参照にしても同じです。このように a1 の状態にして、これらを一旦全部削除してでこの状態でまたこの2つのセルを下までコピーすると、これでもやっぱり ダメなんですね。この全部のチェックボックスは、ここの A1、AH、のセルにだけリンクされてしまうような状態になってしまってました。まあこんな感じで、使い勝手がいまいちなチェックボックスの機能が、今後の Excel のアップデートによって、もっと使いやすいチェックボックス追加できるようになったということですね。では今後のチェックボックスはどのように追加するかというと、では挿入タブの、このチェックボックスというボタンが追加されますので、 こちらを選択します。そうすると、ここのセルにこうやってチェックボックスが追加されるんですね。このチェックボックスをクリックすると、このようにチェック入ります。もう一回クリックするとチェック外れます。で、大きさ変えるとこんな感じで、一緒にチェックボックスも大きくなってきますし、縮めると小さくなりますね。で、このチェックボックスなんですけど、チェック入れると、ここの数式バーを見てみると、セルの値が true になってますね。チェック外すと false になる。という感じで、 このチェックを入れるか入れないかっていうのがトゥルーなのかフォルスなのかっていうセルの値に連動している状態です。このセルをコピーして下までこのように貼り付けるとチェックボックスも一緒にコピーされます。で、チェックを入れたり外したりっていう風に切り替えてみるとこのセルの値はチェックが入るとトゥルー、チェックが入らないとフォルスという感じでセルをコピーするだけでチェックボックスのトゥルーフォルスのリンクした値も一緒にずらっとコピーされてくれますね。 例えば横のセルに数式入れてみます。イコール、イフ、このセルの値が r ルーだったら、い黒い星。そうじゃなかったら、良い星。という感じで条件分岐の数式を入力して、エンターを押して、一番下までコピーしてみます。そうすると、このようにチェックが入ると黒星。チェックがないと白星。 という感じで切り替わるような数式なので、チェックボックスのチェックを入れたり外したりすると、ここの星が切り替わるということですね。ちなみにチェックボックスに関しては、マウスでクリックしてこうやって切り替えることももちろんできますけれども、このセルを選択している状態で、スペースをしてもこうやって切り替えることができますね。このチェックボックスのチェックが入ってるかどうかっていうのは、このセルの値が true なのか、false なのかっていうふうに値が切り替わることになりますので、その値を使って、 こうやって条件分岐の数式を作るっていうこともできますね。で、チェックボックスに関しては、もし色変えたい場合には、チェックボックスの設定されているセールを選択して、フォントの色を変更すればいいです。では、フォントの色を赤にしてみます。そうするとこのように。 チェックボックスの色が赤くなりますね。で、この追加したチェックボックスを削除する場合なんですが、普通にこうやって選択して削除すると、なんかうっすらこうやって残っちゃうんですね。チェックボックスがありますっていうような設定みたいなのが。で、こういったチェックボックスの設定ごと全部消したいんであれば、列ごと削除したりとか、あるいはホームタブのこのクリアのボタンの中の全てクリア。こちらを選択すると、チェックボックスの設定ごと完全に削除することができます。 でこうやって追加することができるチェックボックスなんですが、このセルの値が、まあ、さっき言いました通り、true と false っていう風に、チェックが入るか入らないかで、セルの値が切り替わりますので、チェック入ってるかどうかで条件付き書式を設定することもできますね。では、ここのセルを選択して、ホームタブの 条件付き書式の、まずはルールの管理を選択します。今の状態だと、まだ何も条件付き書式のルールが設定されてませんが、新規ルールのボタンを押して、数式を使用して書式設定するセルを決定と。 こちらを選択して、で、イコール、この A1 のセルをクリックして、で、F4 のキーを1、2回。今、セルがアクティブになってるのが A1 のセルですけれども、列だけ固定しているので、それぞれ A 列のセルの値ってことですね。で、A1 の値が、イコール、ブルーだったら、まあ、つまり、チェック入ってたらってことですね。チェック入ってたら、書式で塗りつぶしの色を、ちょっとグレーっぽくしますね。で、OK をして、 もう一回 OK をします。で、適用ボタンを押すと、これで条件付き書式が設定されました。さっき選択した、このセル範囲の中で、A1 の列でチェックが入ってたら、その行はグレーになって、入ってなければ、塗りつぶしのグレーはなくなる。という感じの書式を設定することができますね。まあ、例えばなんか Excel でこういうチェックリストを作っていて、ここはもうチェック済みですっていうような時は、こうやってグレーに塗って、わかりやすくするっていう使い方もできますね。 今ここに名簿という名前のテーブルがあります。何か会い入した時とかイベントやる時の誰が出席しましたっていうのをチェックするための名簿ですね。で、出欠確認の時、ここに何かマークを入れていきたいんですけれども、ではこの出席の列ですね。ここに挿入タブでチェックボックスを追加します。で、あ、この人来ましたね。出席しましたって言ったらこのチェックを入れて、 っていうような感じの使い方をしたいんですね。で、この時に、チェックが入った、もう出血確認できましたっていう場合には、ここの行をグレーにするみたいな書式を設定すると分かりやすかったりしますね。このテーブルのデータ行を全部選択して、条件付き書式はさっきと一緒ですね。ホームタブの 条件付き書式のルールの管理。で、新規ルールのボタンを押して、数式を使用して、書式設定するセルを決定。で、条件はさっき入力したのと同じですね。イコール、今回は A3 のセルを選択して、で、F4 のキーを1、2回押して、A 列だけ絶対参照で固定します。で、イコール、トゥルーだったら、まあ、つまりチェックが入ってたら、出席が確認できました。っていう場合には、グレーに塗って、 もう確認済みっていう感じにしてみます。書式のボタンを押して、塗りつぶしの色をまたグレーにして、OK。で、OK。適用ボタンを押して、これで条件付き書式のルールが適用されましたので、また OK を押すと、これで出席した人は、このチェックボックスでチェック入れていくと、どんどんその名前がこうやってグレーになっていく。で、現在の Excel ですと、フィルターっていう関数がありますので、 それを使うと、まだ出席確認できてない人をリアルタイムにここに並べるっていうこともできますね。例えばここに、こうやって未確認の人をここに並べますっていう感じで、数式設定してみます。 では、この D3 のセルに数式入力してみます。イコールフィルターっていう関数を使います。で、名簿のテーブルの、ここに表示したいのは指名ですね。指名の列。で、フィルターの条件は、名簿のテーブルの出席の列の値が、これチェックマークが入ってない人が、まだ出席確認できてない人。ここに、 出てきて欲しい人ってことですから、チェックマークが入ってないときには、ここのセルの値はフォ l ル e になるわけなので、イコールフォール数でフィルターのッコ閉じて、この状態でエンターを押すと、こんな感じでチェック入ってない人の名前だけが、ここでスピードでビョンと伸びて表示されますね。このチェックボックス、こうやって変更してやると、リアルタイムでフィルターの数式の結果が再計算されますので、こんな感じで。 もしいないときには、こうやってエラーが出ちゃいますけども、まあ、誰かいるんであれば、こんな感じでどんどん追加されて表示されますね。まあ、もし全員チェック入った場合、この場合には、こんなエラーじゃなくて、なしとか表示されてほしいんであれば、このフィルターの数式の単語ですね。空の場合っていう第三引数に、なしっていう感じで文字列を追加してやります。で、エンター押すと、もし空だったら、なしになりますね。誰かいれば、 こうやって、まだチェックしてない人が表示される。こういった使い方も、チェックボックスが使えるようになると、できたりしますね。もちろん、こういうチェックボックス使わなくても、出席確認できたら、1っていう数値入れたりとか、丸マーク入れたりとか、まあそういったことで、こうチェックボックスの代わりに使うことはできますけども、まあ、単純な見た目の問題で、チェックボックスにチェックマーク入れる、入れないっていう方が、分かりやすかったりしますので、 挿入タブのチェックボックスのボタンを押すことで、そのセルにチェックボックスを配置することができるようになるっていう機能は、いろいろ便利に使えるんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。こういったチェックボックスの機能っていうのは、まあ、今までも開発のタブの挿入から追加することはできましたが、まあ、とにかく使い勝手が悪かったので、このように簡単に追加できて、しかも使い勝手がいい、コピペもしやすい、 っていうチェックボックスをセルの中に 追加することができるっていう機能が実装されると、まあ、今まで1とか丸とか、まあ、何かテキストのマークを入れることで確認済みとか未確認みたいなマークをつけてたところがこういうチェックボックスに置き換えてやることで見た目もわかりやすくなると思います。またこちらの機能は製品版の Excel には実装されてませんけども Excel のアップデートによってそのうち実装されると思いますのでもし使えるような状況になりましたらぜひこちらのチェックボックス活用してみてください。ではこれで今回は終了です。こちらの動画 他が役に立ったためになったという方はぜひチャンネル登録チャンネル登録横のベルマーク高評価コメントお願いしますでは最後までご視聴いただきありがとうございました次の動画でお会いしましょう